はい、やってまいりました。かなり進めておきました。サイドクエスト見てもらえばわかる。あ、でもサイドクエスト見せてなかったか、でも。かなり進めておきました。サイドクエスト。がっつりやって、モーグリのところとかかな。あと、飛躍とか。こういうやつをやんないと、なんか、ワルハラの天使ことセララが、あれしないんですよね。系統、良くならない。らしいんです。はい。ということで、裏で進めておきました。で、朗報です。これ動画内で、あ、じゃあコメント欄で撮っといた方がいいよって言われたんで、撮ってみたらですね、1個普通にゲットできて、でもう1個たまたま落ちてくれてですね、なんと2個ゲットできました。めっちゃ強いよこれ。ほら見て、280が500だからね。しかもこれね、オートリージェネっていうのが強いんだよね。まあ15秒間のみなんだけど、でも15秒間常に回復し続けてくれる。どれくらいなんだろうね、ライフ量で言うと1000くらいになるのかな、多分それくらいは回復してくれるんで、かなり強いですねこれね。いや他にもなんか集めとくべき武器とかあったら言ってください。こういうカチ割り包丁みたいな作業芸でゲットできるアイテムだったら自分得意なんで、はい、ぜひ教えてください。お願いします。よし、じゃあやっていきます。時間はずっと止めながらやってました。で敵倒して時間止めてを繰り返して今に至ります。なんかあげられるもんがいっぱいありますね。何あげればいいんだろう。チョコナミンとか。どうした？元気になったな。あ、包帯取れた。そうか、よかったな。言葉わかるのか。チョコボが元気になって本当に良かったですね。早速ですけど、チョコボに乗って女神の神殿に行ってみますか。そうだな。大いなるカオスとかいう伝説が気にかかる。あの神殿を調べておきたい。神殿のふもとにはポルタという集落があります。住んでいるのは女神エトルの信徒です。ポルタの人々は女神エトルを信仰しています。神殿や大いなるカオスについて救世院にない知識を持っているかもしれません。神殿に踏み込む前に挨拶ぐらいはしておくか。おお、滑空できるようになりましたね。これでまた行けるとことかゲットできるアイテム、それからこなせるクエストが増えるんで、またここで一旦切ってそれら済ませてから、救世院、ポルタの集落に向かいたいと思います。なんかいたんだけど。うわ、めっちゃ久々じゃん。俺あだ名つけてたよね、エディマフィーか。サツ、帰ってくれ。ここで会えるとはな。この子は眠っている。ああ、世界が壊れたあの日からな。ドッジは何百年も眠ってんだよ。生きてんのは体だけだ。魂がどっかに行っちまった。そいつは魂の箱だとよ。この箱に魂のかけらを集めればドッジは目を覚ますそうだ。嘘か誠か分かりゃしねえがな。誰にもらったんだ。ルミナ、話は終わりだ。こしたらドッジのことで忙しい。だいぶ、いや、サッツの頭の中にさ、チョコボ住んでたんだよね。そいつだよね、多分ね。だいぶ大きくなりましたね。ホープ、ドッジの容体について分析してくれ。古い。ちょっと待った。これは常にかけ続けとかないと。大事なの。ドッジ君、かなり得意な状態ですね。体には何の問題。あ、なるほどね。あらあら、これは奇遇でございますかと、解放者様。しらじらしい芝居はやめろ。大方、ここにいたのも偶然じゃないんだろう。つまりこの私が。ドッジ君の魂をここに隠したって言いたいわけね。いい読みだ。その読み外れ。でも偶然じゃないのは当たり。ここで会ったのはあなたを見張っていたからよ。
あなたがサッツを救えるかどうか心配で。どっちではなくサッツをか。どっちもね。坊やの魂はアンナアリ様、パパの魂は潰れかけ。あなたも気づいたでしょ、解放者さん。どっち君もね、昔はセラと一緒でファルシのルシになってて、いやファルシのルシとか言われてもわけわかんないよね俺も未だに13と32の話がちゃんと飲み込めてないんだよね。実況やったんだけどね。ここで軽く宣伝なんだけど、動画の概要欄に13と132のね再生リストの裏で貼っ付けてありますんで、気になる方はぜひ見てください。13はね、ちょっと最初の方はものすごい画質悪いです。いや、うん、画質はね、まあ悪いんですけど、あの後の方の画質が良すぎてめっちゃ悪く感じると思います。パート18くらいまでかな、そこまで HD キャプチャーで撮ってなかったんですよね。そのせいでかなり悪いんですが、はい、見ていただけたら嬉しいですね。どっちくんの魂のかけらを見つけなきゃいけないんですね。まずはまあなんかルミナが持ってきたのであろうかけらが一つゲット。チョコリーナからハイザイヤからデッドデューンのボサテンだ、ボサテンだ、エスナーの闘技場の景品、すんげえものが景品になってんな。これらを集めなきゃいけないんですね。まあ集めるとまあサイドなのかメインなのか分かんないけど、いいことがあるんでしょう。ここら辺集めるのは裏でやるかな、もしかしたら一部動画になるかもしれませんって感じですね。どうも、大量にことを済ませてまいりました。サイドクエストがこんな感じですね。がっつり終わってます。でもまだ終わってないやつもありますね。伝説の料理とか22時以降だともうダメなんですよね。チョコボでモコモコってなんだっけ。あ、ミリルに声かければ終了のやつか。まだかけてないだけか。バルファラの神器とかもあるらしいね。ここら辺でやらなきゃいけないことをやりつつですね、メインクエストクリアしていきたいと思います。変わったことといえば武器が変わったかな。変わってない。盾が変わったかな。フロストブローがちょっと強くなったとか、ブリザードがブリザラになったとかですね、そんなところかな。あとお金が大量にあったんで、物を買ってしまいました。7万2000と3万6000の武器と盾ですね。で先にこなしたいんですけど、不死の薬を済ました後のその日中のサイドクエストがあるらしいんですよね。それをクリアしちゃいたいんですけど、いねえなー。サイドクエストだから、あの星が回ってるっていうか星が頭上にあるはずなんですよね。それを見つければいいんだけど、あ、いた。おお、我は終わりを待つ者、その白き翼が汝を定めの地へと導くだろう。さあ女神の神殿に渡るがよい。チョコボの傷はもう癒えています。さっきの人が言った通り、ライトさんを定めの地へ導いてくれるでしょう。向かいましょう。大いなるカオスが待つ女神の神殿へ。今やろうとしてるのはそれじゃないんですよね。解読するにはまだ少し手がかり。サイドクエストがあるはずなんですよね。この人じゃない？早くこの呪いを、カルデシア、薬を。カルデシアと言っていたな。人の名前か。間違いなくこれです。じゃあちょっとポイント使っちゃいますね。ヤクト、ヤクト、ヤクトに飛躍を作ってくれた人がいるんですよね。ポルタで病気の男を見かけた。お前の名を呼んでいたが、心当たりはないか。ディラブに会ったのね。そうね、彼なのよ。あなたに材料を集めてもらった例の薬はティラブのための薬なの。まだ渡していないのか。ええ、ちょっと問題があって。あの薬作ってからすぐ飲ませないと効果がないの。私がポルタに出向いて現地で調合することも考えたけど、あの村には薬を扱える設備がないし。ここで調合してから薬の効果が消えないうちに急いで届けるしかないんだな。
可能性にかけてみるか。え、約束はできないが。わかったわ。クス氏の誇りにかけて完成させるわ。呪い。呪いよ。呪いなの？病ではなくて。飛躍ゲット。これ時間止めたらどうなんの？時間止めでもいいんだったら。やべ、食らっちまった。蹴っ飛ばしてやれ。あ、これはついに駆除完了か。なんか色変わるんですよね、こんな感じでね。もう2体くらいこれ倒したんですけど、ラフレシアオメガめっちゃ強いんだよな。これのマシラバオメガがめっちゃ強かったですね。鬼のように強かったですね。でも、あ、戦うレベル2か。戦う、おぶね。骸骨の耳は？耳はでいいのかな。戦うか。あ、そうだ、そういえば何かを変えたな。あれか、ここら辺ファイターサイン、これか。エンブリザがついてますね。あとはこれかな、魔女のロザリーをつけてますね。ATB 待機のスタイルが ATB 回復、物理耐性大きく下がるんだけど、でもここでがっつり物理耐性 75% アップ。その代わりもうほとんど攻撃には参加できないっていう感じですね。戦うレベル1を戦うレベル2に変えた方が絶対いいよね、多分だけど。あとは強化するだけですね。ただレベル2をゲットしなきゃいけないから。あ、どうしよう思ったんだけど、こいつ倒してテレポでドーンっていっちゃった方が早くね。無謀な挑戦だったな。けあんたはカルデシアの使いだ。薬を届けに来た。カルデシアの、そうか、ついに終わりの時が来たか。助かったぜ、やっと救われる。話はいい、早く飲め。おお、飲ませてくれ。これでいける。女神の身元。女神がどうした？いいから飲ませてくれ。ずっと待ってたんだ、呪いから解き放たれる日を。なぜだ？どうして生きてる？毒が効かなかったのか？毒だと？どういうことだ？あんた何も聞いてないのか？カルデシアはな、心の底から俺を憎んでやがる。この俺があいつの恋人を殺したんだからな。そうして俺は言ってやった。俺に復讐したかったらクス氏の技で毒でもこしらえ、俺を殺してみやがれってな。あんたが毒を届けに来た時はようやく死ねると思ったのによ。苦いだけで効きやしねえ、出来損ないの毒薬だ。カルデシアね、腕が鈍ったな。果たして毒だったのかな。彼女は病に苦しむお前の呪いを解くと言っていた。ありえねえよ。そりゃあ俺は女神の呪いって病気に苦しんできたが、カルデシアが俺を助けるはずがねえんだ。それとも俺を生かしておいて苦しみを長引かせようってのか。あんたどう思う？私が知るか。お前に言えることといえば、あの薬を飲んでから顔色が良くなっている。呼吸も楽になったようだ。違うか？え？そういや、そうだが、クッソ、意味がわからねえ。カルデシアが俺を許すはずがねえ。恋人を殺したんだぞ。ちくしょう。あいつの毒を飲むことでようやく罪を償って
死んで楽になれると思ったのによ。一体どうしろってんだ。死んで楽になりたければそうしろ。けれどお前はそうしなかった。自ら命を絶つこともできたのに、お前は生きた。呪われた病に苦しみながら長い年月をな。お前がそうまでして生きたのは待っていたんじゃないのか。カルデシアの復讐を彼女に死んで詫びる日のために、お前は長年病魔に耐えてもう十分なほど苦しんだ。カルデシアはそう考えたのかもしれないな。ありえねえよ。こんな俺を許すなんて。カルデシア、すまねえ。おお、サイドクエストクリア。おいしいキノコマリオにあげたいですね。こっちか。ここ行って、で、こうだ。で、ピョンと飛んで、ショートカット。オッケー。おお、天使の秘書。あ、これでサイドクエスト完了なんだね。じゃあこれは、6分の1白チョコボ。何かな、プフかなんかかな。また強くなりましたね。私をここに誘うことがお前の使命だったな。よくやってくれた。ここから先は私の解放者の仕事だ。ここが女神の神殿、混沌の領域バルハラから現れた異界の祭殿です。伝説ではこの神殿には大いなるカオスが眠っているそうです。それはこの世界を崩壊させた存在のことかもしれません。世界を引き裂いた不可視の混沌、解き放ったのは世界の終わりを望んだ男、カイアス・バラッド。あ、やっぱそうなった。サーティーンツーのやっぱあいつか。やっぱそうなるよな。そいつが来るんじゃないかと俺も思ってたよ。よし、じゃあここでちょうどいいところで切りましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。